1>, 1月14日に行われます都道府県対抗女子駅伝。今回は優勝候補、兵庫県代表を紹介していきます。1500m、3000m、5000m 日本記録保持者の田中臨選手を率いる兵庫県代表、学生を中心に各世代でトップランナーが揃いましたので、早速紹介いたします。まずはニューバランスの田中臨選手。日本記録保持者の田中選手はおととし1区を走りまして資生堂の五島選手に力負けしてしまいましたが、 1>, まあ1区よりは2区の4キロ区間の方が持ち味、スピードを見せることができると思っておりますが、今シーズンは5000メートルでも日本記録もマークしたこともありますから、1区の6キロ区間、おととしのリベンジ、おととしと同じく走るのではないかなと、可能性としてはあると思っております。6キロもね、ある程度持つと思っておりますが、まあ、ただ、それでも2区、4キロ区間で個人的には見たいなと、スピードを生かした走り期待したいなと思っております。 果たして1区に来るのか2区に来るのか前半区間に来ることは間違いないと思いますけれども田中選手が優勝の鍵を握っていることは間違いないというふうに思いますしチームとしても主導権を握りたいそんな展開を期待していると思っております続きまして大阪学院大学3年生永永梨央選手1万メートルは32分31秒86の学生長距離界トップクラスの選手です11月に行われました1万メートル 記録挑戦会では見事準優勝。昨年は1区で苦戦したんですけれども、まあ1区のタイプ、セリアに弱いわけじゃないんですけど、1区よりは中間区間、もしくはアンカーといった長い距離、後半区間の方が、A 長選手は生きてくると、個人的には思っております。単独走もとても得意な選手だと思ってますので、まあ中盤区間から後半区間、しっかり持ち味を活かしてくれれば、チームに貢献できるのではないかなと思います。 続いて、名城大学2年生の石松飛鳥選手です。富士山女子駅伝4区で区間賞の石松選手。まあ、大学2年生世代というのは、まあ、今週、先週あたりに成人式があったと思いますから、オフ期間、そして帰省期間でもあるということで、まあ、そこから成人式から調子を上げるのは、まあ、非常に難しいのではないかなと思ってるんですが、ただ昨年、石松選手2区を走りまして、区間10位ということで、とても悔しい思いを語っておりましたから、 そのリベンジに燃えている可能性も十二分にあると個人的には期待を寄せております。本番にとても強くて、高校時代は7区で区間賞経験もあるそんな石松選手ですけれども、今シーズンは全日本、富士山ともに区間賞に輝きました。とにかく駅伝に強い石松選手。まあ、ピーキングはもちろんですけれども、上半身の使い方、腕振りの力強さなどを考えると、トラック平坦よりもアップダウンというか多少のね、 えそんなすごいアップダウンがなくてもロードとか駅伝とかの方が活かせるリズムを作れる選手だと思っております、まあ、非常に力強い腕振りが持ち味な石松選手、えー、どんな区間を走ってくるのか、まあ、駅伝では今年かなり結果を残しておりますから、えー、昨年以上に力はついていると思いますので、まあ、成人式もあったとは思うんですけれどもしっかり調子を上げて昨年のリベンジそして偉大な田中希実選手とともに ぜひ兵庫県代表を、えー、全国トップ日本一に導いていただきたいなと思います続きまして日本郵政グループの太田琴奈選手昨年はアンカーの九区で区間3位と結果を残しましたふるさと選手として太田選手が控えております昨年は十0歳で助けを受けると九位まで順位を大きく押し上げた選手ただあと一人抜かすことができず入賞は逃してしまいました MGC ファイナリストとしてマラソンでも活躍している太田選手国内トップクラスのスピードスタミナがある選手です田中希実選手や石松飛鳥選手といったスピードランナーが前半に控えているはずですので、まあ、アンカーとしてどっしり構えて勝負していただければ兵庫県代表はメダルはもちろん優勝も狙えると思っております、まあ、太田選手が、ね、どういう走りどういう展開で、まあ、昨年同様アンカーに来た場合ですね どういうポジションで走り始めてもらうかが非常に大切になってくると思います。まあ、今回は新谷選手を筆頭にアンカー候補に非常に力のある選手たちが揃ってます並んでおりますので、まあ、太田選手も昨年以上に大変だと思いますから、えー、力のある、ねえー、選手たちが前半並ぶと思いますので太田選手にいいポジションで助けを渡していただきたいそんなふうに思います。続きまして須磨学園高校1年生の池野選手。 昨年は中学生区間の三区を走りまして、区間三位と結果を残されました。そして、今シーズンは、須磨学園高校に、この春、入学。高校一年生ながら、三千メートルの自己ベストは九分十五秒九九と、とてつもない記録を持った。スーパールーキーの一年生、池野選手。将来がとても楽しみな選手です。兵庫を制する者は、全国を制する。スーパールーキーがどんな走りを見せてくれるか、注目です。 近畿高校総体は 1500m で7位ということであと1人、6位までがインターハイ出場ということであと一歩のところでインターハイを逃したその悔しさは間違いなくとあると思いますけれどもまだ高校1年生ということで将来性豊かな池野選手必ず将来日本を代表する選手へと成長されると個人的には思ってますので池野選手は今回、まあ、一般区間高校生区間でどんな走りを見せてくれるか注目しております。 続きまして、立命館大学4年生の小林朝選手。関西大学女子駅伝6区で区間賞を取った小林選手は長い距離、単独走が得意な選手です。ただ、まあ、競り合いというよりは前半区間よりは中間走だったり後半区間がいいのかなと思っておりますので、まあ、ただ、ちょっと一つ心配なのは富士山女子駅伝最短区間の3区を走ったというところは心配なんですが、ただ富士山は割と走れておりましたので、 ある程度走れるのではないかなと期待をしたいと思っております。そして最後は、神戸港川中学校3年生、安妻春選手。今年の夏行われました 800m の全中、5位入賞の選手です。800m は2分13秒の記録を持った、高校生並みの記録を持った選手です。まあ、あの神戸兵庫県というと近畿大会になるわけですけれども、仮に今回の記録、安、え、妻、ー、選手の自己ベストを 近畿高校総体に当てはめると 800m なんと7位ということで、まあ、6位までがインターハイですから東選手の自己ベストだとインターハイあちょっと届かないんですけれども、まあ、ただもう高校生のカテゴリーでも全国の選手インターハイさえ狙えるような記録を持った東選手の伸びしろに期待しております 3000m の自己ベストも9分台ということで夏場は中距離でスピードスピード時期力を磨いてきたと思います冬場はしっかり走り込めていれば 持ちタイム以上に期待ができるのかなと個人的には思っております。ということで今回の動画は1月14日に行われます都道府県対抗女子記念今回は優勝候補 1500m、3000m 1500、3000 5000m 日本記録保持者の田中希実選手率いる兵庫県代表を紹介させていただきましたその田中選手以外にも永永選手や石松選手といった大学トップ級の選手が控えておりますし 長い距離、ロングに得意な日本郵政グループの太田選手も控えていると、そして高校生、中学生も非常に力のあるランナースピードランナーが揃っている兵庫県代表、兵庫を制する者は全国を制すと、昔から言われているそんな兵庫県代表、タレント揃いだと思っておりますが、えー、果たして当日はどんな走りパフォーマンスを見せてくれるか、注目です。以上。